はい、えー、令和新選組の大石明子さんね、えー、前回に引き続き、なかなか鋭い指摘でございました。前回はね、こう、鬼という風なね、えー、レッテルを貼ったわけなんですけども、まあ、まさにね、増税に救く増税に、まあ、岸田総理、鬼なんじゃないかなっていう声も、ま、あ納得できるわけなんですけども、今回はね、資本家の犬、財務省の犬と、 いう風なな形ででレッテルを貼ったわけなんですよねもうこのレッテルは正確すぎるほど正確だなと私評価するんですけども飼い主を間違えたらダメだと、えー、総理の本来の飼い主は国民でしょっていうことで手綱を持ってるのは私たちなんですよねでも私たちの手綱を離れてどっか別の資本家の犬になって財務省の犬になってしまうところはちょっと待てよと感じでございますまさにね正確に言い当てているところがそのまんま この国会で聞けるのはありがたいことだなと思うんですが、まあ、えー、根本衆議院予算委員は、こういうふうに指摘するんですよ。質問にあたっては、用語の使い方に十分気をつけてくださいということですけども、まあ、十分気をつけた上で、正確なことを言ってるんで、いいんではないかなと思います。まあ、その他ね、うん、まあ、罵倒ばかりがあの趣味ではないんですけども、岸田総理がね、やっぱこう、批判されても仕方がないのは、 所得倍増とか言ってる割には、なんかその、税、税収倍増と言いますかね、納税額倍増になってつつあるなっていうところなんですよ。ここら辺は一体どのように用語の使い方に十分気をつけてくださるのか、これはあ根本委員に正してほしいなと思うところなんですけどもね、いかがでしょうか。